スパニッシュタウンは16世紀から19世紀の間のスペイン領及び英国領時代のジャマイカのかつての首都で英国国外の最古の成功会の教会がある。1534年、スペイン人は植民地の首都としてビジャデラベガを建設する。後にそれはサンティアゴデラベガと呼ばれた。先住民のタイの族がこの地に住んでいたが、ジャマイカ東南部では 最初のヨーロッパ人の居住地となる。1655年に英国がジャマイカを占領した時、スパニッシュタウンと改名した。この街が戦争による激しい被害を受けてから、英国統治が開始される間には、ポートロイヤルに非公式な首都としての機能を移す。1692年、ポートロイヤルが地震によって壊滅し、再びスパニッシュタウンに首都を建設した。 町の中央には、ロドニー記念館や、1872年までの知事の住居など、いくつかの古い様式の建物がある。かつて世界遺産の暫定リストに記載されていたことがあり、1988年の世界遺産委員会で審議もされたが、登録は見送られた。2015年時点での暫定リストからは除外されている。 スパニッシュタウンの人口は148,845人で急激に増えており、そのため都市の暴力と犯罪が目に見えて増加している。政府による暴力を止めるための施策はどれもうまくいっていない。知事レイモス・ノーティスは、スパニッシュタウンの問題は十分な仕事と教育の機会ではなく多すぎる銃にある、と発言した。ありがとうございます。